ウルス・フィッシャーは、スイスル・ツェルン州、トリーゲン出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。現在は、ドイツ・ブンデスリーガの1、FC ・ユニオン・ベルリンの監督を務めている。選手時代は、FC ・チューリッヒ、FC ・ザンクトガレンに所属した。2003年に引退するまで、スーパーリーグで545試合に出場し、 スイス代表としても4試合に出場した。キャリア最高の成功は FC 中立比時代の2000年にスイスカップで優勝したことである。選手引退後は指導者に転向した。FC 中立比のユース監督やアシスタントコーチを経て2010年にトップチームの監督に就任した。FC トゥーンを経て2015年6月にパウロ総座に代わって FC バーゼルの監督に就任した。1年目の2015から16シーズンにスイススーパーリーグ一部優勝を果たした。2017年4月10日にクラブとの方針の相違によりシーズン終了をもって退任することが決定していた中、リーグの連覇に加えスイスカップ優勝を達成した。 2018年6月1日に当時、ドイツ分で3が2分に所属していた1、FC ユニオンベルリンの監督に就任。クラブの歴史上最高位となる3位になり、VFB シュトゥットガルトとの入れ替え戦に出場。2試合合合計2から2の末に勝利して、史上初めての一部昇格を決めた。ありがとうございます。